さあ、ようやく天界しばく時が来ました。あ、これもう一回見んのか前のあの最後にあったムービーで、弥勒もう一回死ぬわけね。なんかピンポイントでなんか絶対なんか食らっとる。何これ、なんだ、サタンが邪魔やったからあえて殺したみたいな。でもな、後半のイノシカチョよりも絶対に有能そうやしな、ミロック。なんだろうな、あれ結界に何か反応したみたいな、なんか考察がはかどるな違和感がある、ミロックの死に関しては。でも、聞きなじみのない BGM。 決戦、命の限り第8話。初代なら、そう、ディスク1の一番最後の面なんですよね。六波星高魔人か、えらい細いとこ立っとんの。大丈夫そこ。でも天界やるしかねえって話だよね。先に会議かなんかあるんだっけ。てかもう帝劇大丈夫、総帥天界。もう知っとるわそれ。デートに生きとし生けるものどもよ。あ、もうムービーというかあれか、あのまた空から投影してる感じかな、これ我が力を持って刹那がやっとったやつ。この汚れた帝都から西王の血を洗い流し、演説してんのか。かつての徳川幕府を復活させることなど造作もない。いや、いいことなくない。また鎖国状態にしたいってことやろ。ああ、帝都の哀れな市民に先こっちで圧縮引きやったやろ。お前たちに残された時間はあと1時間。ああ、そうやったわ。初代でも短すぎやろって突っ込んだ気がするで、あの内閣総理大臣が動くやつ、すなわち午前4時までに。いやいや、深夜も過ぎるやろ。政府は解散し我々に降伏せよ。寝とる可能性もあるからな。こんだけことが起きたら分かるっちゃ分かるけど、その証として今午前3時やろ。帝都銀行の保有金100億。ああ、そうそう、米田中将の命を差し出すのだ。めちゃくちゃな話だよな。米田中将が帝劇に関与してるってことバレとるってことやよね。あ、まあサタンがおるからか。約束が守られぬ時は山崎慎之介くんがリークした可能性がある。まあいけると思ったやろうな。これが完成してしまって、なかなかもう被害も出とるしね。で、ここが内閣。ああ、しっかり起きとったわ。こんな脅しにバカバカしい、断固無視すべきだ。発動してからしっかり起きて着替えてここに来とるってことだよね。帝都市民の命が最優先だ。いかがなさいますか。影の数も変わってないな。ど真ん中のでっけえのが総理やよね、確か。なんでこんな暗いん。あと1時間ある。電気通ってないってこと。望みは捨てぬ。花小路伯爵。ああ、米田中将の例の帝国歌劇団はどうなのか。総理大臣ちゃんと知ってるんだ。秘密ね、秘密部隊か。はい、ただいま連絡いたしました。これに突撃してもらうしかもうな策がないからな。1時間って短すぎやって。いや、食い止めねば。普段
時間でも1時間ってあんま1時間経ったんっていうこの日本をぐらいの短さ再び幕藩体制になどしてはいけないのだ。メリットってなんかあったんかな。さあ、ああ焦ったわ。さくら倒れたんだって。ああ、今帽子なしか。あれからすぐに医務室に運び込んだのだけど、まだ意識を取り戻さないわ。そうですか。それにしても何が原因で意識を失ったんだろう。この火星コン、覇者の力が何か反応したってことか。フルーク、お前くん、中に入ってちょうだい。はい。絶妙に裸見えんやつやよね。リメイクでもうまく再現できとるか。さくらくんは医療ポットの中ですか。意識はないわ。倒れてからずっとこの状態なの。おお、しっかり。ああ、いいとこ隠してあるわ、光で。さくらくん、俺だ、大神だ。俺はこっち側の、この角度やったらここに光が当たるってことで、見えてないだけやけど、大神的にはもうガッツリ。これは後でバレるんじゃなかったっけ。喋っとこう。さくらくん、声出してくれ。返事をしてくれよ。はい、これも返してなかったっけ。こんな格好で寝てると風邪をひくよ。雷様におへつ取られたよ。いじるな、いじるな、トラウマを。だから、早く目を覚ましてくれよ、さくら。あんま言ったダメなやつ言ったな、こいつ。どうして気がつかないんだ。誰が原因なんだ。あ、終わってしまった。ループが始まったね。体には傷一つないんだが。安全なとこ喋ろう。行こうか。いつも元気だった桜くんがこんな姿になるのって、なんとかならないのか。桜くん、起きてくれ。君はいつでも元気に跳ね回っていたじゃないか。跳ね回るって言い方？犬か。あ、なんかこれ、ギリギリ画面のギリにやってしまったら、外に行くやつになってしまったけど、これじゃダメか。お前くん、どこに行くの？桜を見てあげて。え、もうエロいとこ見るしかなくね？肩。え、もうエロいとこ行くしかねえ。この時にいくらなんでも不謹慎だ。だってもう、ないもん。しかし、これ無理だと言う方が無理な話だ。おい、だって進まんもん、やめさん。おいくん、さっきはどこをずるずる見てるの？ いえ、顔にバレ、出とったか？え、進まんけど、お、こんな無表情な桜が見たことがない。まるで別人のようだ。一つないっていうのに、どうして目覚めないんだ。わからないわ。ただ桜の気の流れが異常に高まっているのよ。トランス状態ってことか。意識がないのに、どういうことですか？これはあくまで推測だけど。ああ、出たわ。うっすらだが、覚えとったんかな、自分も。さっきの衝撃でトランス状態になってしまったのかも。グリショック。なんとなくわかるからね、下は。それじゃあ、サカ君はどうなるんですか？今のままでは私たちに彼女を眠れ覚ます方法はないのよ。これで花組は貴重な戦力を失ってしまったことになるわね。そんなバカな。あやめさん、そんな言い方はやめてください。そうね、ごめんなさい。どうか知らねえ、私。こんなことを言うなんて。これだけはどうしようもないわ。いくら科学が進んでも、心だけはどうすること。お前くん、今はそっとしておきましょう。桜ならきっと大丈夫よ。はい。で、進んだか。いや、後で絶対、上がるやつやん、桜。エロい部分見んとさ、あれも一つあれ、避けれたような気がするな。お前くん、わかっていると思うけど、このことは。それよりそれどころじゃない、ないな。桜は、大丈夫か？お兄ちゃん、桜は大丈夫なの？ちょい、サラさんの容体はどうなんですの？ ああ、そつくとこか。陽気に振る舞うか。陽気に嘘をつこう。あ、大丈夫。怪我一つなかったよ、桜くん。まあ、嘘は言ってないな。
ほんま？もううち心配したぜ。じゃあすぐ会えるね。そうだね。でもちょっと心配だな。心配ありませんわ。サカさんのことですもの。お屋敷のことで。何を知ってんの、スミレ。そうだね。スミレ君の言う通りだ。みんな、サカのことも心配だけど、作戦会議が始まるわ。マリアは察してくれたか？嘘ついとんなって。嘘はついてないか。隠しとるなって感じか。そうね。じゃあ、みんな作戦スペースに行きましょう。もう、フリーの移動とかもないから、戦闘やよね、ここは。デートは危機にさらされ、さくらくんは意識不明。なんてことだ。もう突撃し、うわ、なんだ、誰が目を塞いでいる？アイリスか。あ、ここで一番効果の高いの来るとかかね。スミレやん。これはもう、これはスミレくんだろ。私のこの美しい声は間違いよくありませんものね。まあ、特徴があるからな。もう全員そうか。任せてくれよ。他ならスミレくんだものな。まあ、そう言ったらお上手ですわね。スミレくんがこんなことするなんて珍しいな。上か。スミレくん、ありがとう。なんとか少し気分が晴れやかになったよ。そうでしょうとも。私はここはサービスしてあげたのですもの。でも少尉、他の殿方には私こんなことはいたしませんわよ。他なら少尉のことですもの。少尉を元気つけたかったから。いい女、スミル君。それではこれで私失礼いたしますわ。お先に少尉。もうそういうことやよね。このタイミングで来るってことは、頑張ってかばってきた甲斐があったわ。ありがとう、スミル君。でも突撃しましょう的な、最後の最後もそんな雰囲気になるしな。もう全員揃ってるな。さくらくんのそい、あーてか一番気がでかいのが展開じゃねっていうくだりもあったよね。俺の命が欲しいだと。わー、あったあった。これもよし、いいだろう。展開差し違えてやるぜ。ちょっと苛立っとるか。長官、どけ。奴らがせっかく死に場所を作ってくれたんだ。一応仮にも米田中将も霊力があってね、さっきの高魔大戦じゃ活躍した人やからね。そこまでヤバじゃないやろ。あー、下か。うん、結構頭に血が昇ってる感じがある。落ち着いてください司令。まだ勝敗が決まったわけではありません。茶川くんがいないとはいえ、花火は健在です。後部も、上下丸も。どうか、隊長のおっしゃる通りです。あ、しゃ、噛んだ。隊長のおっしゃる通りです。誤っては、敵の思うつぼです。ここは冷静になってください。もう例の1時間がさ、もうここと今進んどるからね。早くこの会議も、いつも出さんと。うん、すまん。お前たちの言う通りだ。警察は、陸海軍はどうしたんですの？あっちうちできんやろ。そう。忘れたの？軍や警察の武器ではクロノス界に抵抗できないわ。対抗か。民衆を避難させるだけで限界のはずよ。あかん。今度ばかりはお便りかもしれんな。敵さんが多すぎるわ。相当出てきとるって話だよね。各ポイントに戦隊和騎士出てるんじゃなかった？多いって言ったってどれくらいなんだ？敵の拠点7カ所から一斉に敵が湧き出しておるんですわ。数はそれぞれ1000を超えてます。少なくとも合計7000以上になるのか。えぐいよな。そう、とても全部相手にしてらんねえな。サッカーもないし、どうすればいいの、お兄ちゃん。落ち着くね、人。ちょっと落ち着かせよ。落ち着くんだ、みんな。確かに俺たちは今までで最大のピンチを迎えている。でも、思い出すんだ、今までのこと。今まで、お、まあ、諦めなかったって話か。ピンチは今まで何度もあった。でも俺たちはそれを跳ねのけてきたじゃないか。時には失敗をやらかして大騒ぎすることもあったけど。
これは？これ前の輪のやつか、最後。これはセンターやもんね。俺たちは必ず勝ってきた。みんなで力を合わせれば必ず勝てるんだ。誰が提案するんだっけ？リーダーのあれ。そうやった。こちらが諦めたら希望の灯火は消えてしまうんや。隊長の言う通りだ。こうなりゃグズグズしてられねえ。最後の決戦だ。俺だから単細胞は困りますわ。いくら花組でも7000本の敵を一度に相手にできるものですか。残念だけど、すみれの言う通りよ。兵力の差がありすぎるわ。で、将棋丸でどんどんやっとけば、半分ぐらいやれるんじゃないの。7拠点はきついか。このまま4時になったら、みんな死んじゃうよ。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんなら絶対なんとかしてくれるよね。頼りすぎやろ、アイリス。天下が予告した帝都崩壊の時間は午前4時、あと1時間余りだ。考えるんだいつも神、どうすればいいんだ。上やね。ほんま一気に叩くしかねえと。そうだ、敵の本拠を突くんだ。ダゴには構わず、天下を一気に潰るんだ。この帝都の魔法陣はおそらく天下の仕業だ。ならば天下を撃てば。なるほど、帝都の魔法陣は消滅しますね。敵の急所をついて一撃必殺だな。彼と同じ戦法だぜ。そうはいく、ただの想像でしょ。天下やったとてっていう可能性もあるからさ。あ、ただ7000体うちらって7人かプラス将棋丸とか、それよりはそっちの方がいいかね。確かにその作戦しかありませんわね。わーい、やっぱりお兄ちゃんってすごい単純やな。しかし安心するのは早い。敵の本拠を突き止めるという難題が残っている。これがコーランのあれか、レーダー。任しとき、コマ取るために条件演算機があるやないか。天下かどうかは限定できへんけど、帝都に漂う揚力を感知して地図に投影することができるで。よし、やってみよう。行くぞ。それじゃあみんな、条件演算室に行って解析の準備をするわよ。これがあれやよね。でかい揚力が実はサタンやったって。いや、伏線やったってことやよね、これ。ふふ。俺たちのゼルマックなしだな、あやめくん。ええ、頼もしくなりましたね、彼も。ああ、やつももうすぐ一人前だな。ずいぶん逸材になったじゃねえか。まだ半年ぐらいしか経ってないもんね。半年もありゃ十分か。お、準備が終わったみたいだな。よっしゃ、準備は完了や。あとは仕上げ、お、五郎次郎やな。何それ。大型モニター、スイッチオン。条件演算機、計算開始や。さあ、もしっかりリニューアルされたか。おう、気になっとる。ほな、帝都の揚力を交点で地図に投影してみるで。せやけど条件演算機では揚力の場所と強さしか感知できへんのや。つまりどれが天界かは特定できないというわけね。おそらく一番大きな交点が天界に間違いない。むむむ、ここに、おお、でっかいのある。んー、どうした、すぐ切れたけど。隊長、どう思われました？ひときわ大きな光点が映っていましたが。下にしてみる。多分サタンやもんな。俺はあの大きな光は天界ではないと思う。正解なん？なぜです？規則的に並んだ魔法陣の光点の中で、あの光だけ文字通り異彩を放っていた。どうもそのことが引っかかるんだ。でもあんな強い揚力を放っておけなければいけませんわ。ね、時間がないんや。ある程度決め打ちいかんとしょうがないで。一番強いやつを潰せば間違いねえよ。喧嘩と同じだろ。アイリスもそう思うよ。隊長、私もみんなの意見に賛成です。とにかく今は回り寄ってる暇はありません。失礼しましょう。そうだな。よし、わかった。あの強い光を。って、あれただ一応ね、今自分が知ってる情報は合っとるからな。あの強いのってサタンなのよ、絶対。
栄光が来た花火必須ですよ。目指すのは天下の本拠地だ。確実に寄り道になるよな。上機関天下往来号で行くんで、うん、これよね。スミレが1位になるやつや。あれ、まあ好感度上げるタイミング分かっただけやけど、ホーラン一番下か。ここで結局戦わんだよね、初代だったら。サタンだけ追って、品川。もうだいぶボロボロやな。もうなんか戦う感じなさそう。サタンだけ追って。アイリスだけ光の玉。つみれくん、この辺りだな。結局サタン。この辺りの容器の高まり。これはスミレが1位やからか。行き止まりだぜ。うん。そう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 。ご苦労だな、過激だ。もうなるのよ。あの男はクロノス界の。赤いところに立ちがちやなこいつ。ちゅことはやっぱりこの辺に天界がおんねんな。違うのよ。え、どうやって戻ったっけ、あそこ。貴様ごときに構って暇ない。親玉の天界はどこだ。親玉？案外サタンが僕は成功魔人操ってる可能性もあるか。上野公園で私にご天板にされたの。懲りてらっしゃらないようね。もう雑魚キャラ認定なっとるもんな。まあ最初のボスって芝居って。隊長、この男を倒して天界の居場所を吐かせましょう。それはどうか。あそこは手抜いとったってことではあるんか。お、これは罠。あやめさん、罠？まずい。総員攻撃態勢で後方へ避難しろ。やっぱ俺の選択あっとったやん。もうどうやってもこっち来てしまうんやね。うふ、逃がさん。どうしたっけ。で、戦隊のやつ。えぐ。で、スミレの範囲攻撃で、あとコーラも範囲できるか。こういうことか。やられちゃうよ。こうだったらやけくそや。やりたくまでやってやら。どうやってここをしのいだっけ。くそ、敵の数が多すぎる。隊長、どうするんだ。下やろうな。再確で攻撃するぞ。みんな命を無駄にするな。この大軍とまともにぶつかっても勝負にならない。とりあえず囚人機を試験、あとは脱出の機会を待とう。了解しましたわ。確かにここは神崎つみれが立つ舞台にはふさわしやす頑張れ、ふさわしくなさそうですわ。そやけどこの大軍相手にどれだけ持つやろうか。このままやと外から早かれ全滅や。絶対絶命やな。ゲームのなんとかしてくれたっけ。あ、さくらか。あ、とりあえず将棋もやった。さくら来たわ。開ける必要あった。私の大事な仲間を傷つけるやつ。開ける必要あった。あ、この立ち方よく、え、さくら4とかなんかじゃなかったっけ。これ開ける必要あった。坂君無事だったのか。遅いのよ。急に目覚ました。放火方針、あ、でもあれも大した範囲じゃないけどな。スミレの槍ぐらいしか範囲ないしね。引くにしてもじゃない。本当、まあ、強雷号で帰ればいいだけか。うん。開ける必要あったか。通信すればいいだけやよね。一気に戦線を離脱します。私の後についてきて。陸路を行くのか。よし、みんな三角に続け。了解。結構あのレーダー的に離れとったけどさ、でかい揚陸のとこと
サタン君は無視でいいんやね。はあ、なんかかっこいい感じになっとるけど。天界か過激だか、どちらが勝つもよし。いつはまあ後半この時点でただ何かを企んでるやつやもんね。なんなら天界倒してほしいって感じでもあるしな。何か裏でやっとるや。さくらくん、よかった。意識を取り戻したんだね。証言丸で拾ってもらえたんだ。こんな着陸できるとこあるんだ、デート。仮にも東京やろ。大前さん、ごめんなさい、遅れちゃって。とんでもない。君のおかげでみんなが命拾いしたよ。私、意識を失って痛そうですね。もう二度と目覚めないかもしれないくらい。それが大前さんの力になれて、ここでこうしてお話できるなんて。さくらくん。お前さん、私、俺、スミレとかツッコミ入れてくるやつじゃない。あ、ないか。さくらだ。みんな、さくらがいるよ。早くおいで。よ。見つかっちゃいましたね。せっかく二人っきりだったのに。よかったな、さくら。これで明確、花組勢ぞろいだな。さくら班があれくらいでくたばらくないと思ってたで。お前休んでたんちゃうか？皮肉。まったく、いつもいつも心配をかけさせますこと。でも、さくら、あなたどうして意識が戻ったの？ええ、私、夢を見ていたんです。夢？まったくで寒くなかった。上かな？この夢ってのは、どういう夢だったんだい？ええ、懐かしいような、暖かいような、不思議な夢でした。ちっちゃい桜がなんか上から天使みたいに、これシャボン玉。はあ、天国。大好きな人、こんな背景やったっけ。立ち向かうことです。エコー聞いとる。タキシー、こんな一枚知らんぞ。どんな困難にも打ち勝ちます。知らん。アスポンいいとこ、いいとこ、めちゃくちゃ明るくなっとんな。愛を貫くということは命をかけて戦うことです。ああ、敵は魔を封じ込めた門の上にいます。誰の何のつけ、これ父ちゃんとかかな。さくらの姿を借りて魔を封じた門。これはあやめさんとミョリダ中将はピンとくるかだよね。5、6年前の本間大戦で日本橋か、そんなこと言ってた気がする。なんだと、さくら今なんと言った。はい、魔を封じた門の上と。何かご存知なんですか、ミョリダ長官。うむ、今を遡ること8年前もか。コーマ戦争と呼ばれる戦いがあったのだ。コーマ戦争、4人が頑張ったやつやね。そう、イニシエの恐るべきままのコーマという特殊部隊、コーマと戦う特殊部隊、帝国陸軍対コーマ部隊。我が領友新宮寺一馬ともに陸軍の精鋭を集めて設立した部隊だ。この時のあやめさん、じゃあ、16とかってことか。我々2人の他に、神戸や証言話の設計者である山崎慎之介、サタンですやん。そして、ここにいる藤枝あやめくん、たった4人の特殊部隊だった。そこで、さくらのパパと、パパが死んだだけか。で、山崎慎之介が、行方不明だったってやつや。8年前大量に発生したコーマとの戦い、それがコーマ戦争だ。防具なしでこんな刀一本でやっとったってことやもんな。相当やぞ。我々太鼓を持っては太鼓の呪法を持ってコーマを帝都の地下深くに封じ込めたのだ。取り返しのできる多くの犠牲を払ってな。
アクラも当然知ってる話やよな。戦争、そんな事件があったのか。その辺の歴史は教えてないの？現隊員に。お前くん、何か聞きたいことがありそうね。うん。いいから。帝国陸軍、対コーマ部隊ってどんな部隊だったんですか？フォームない頃に、剣と己の体を持って、まと戦った戦士たち。帝国外機団の前身となった組織よ。あ、で終わり。太古の重宝。人の命を使ってやるやつやよね。太古の重宝とは一体何ですか？我らが使用した重宝とは、強力な風魔の力と引き換えに、十社の命そのものを犠牲にする、取るべき重宝だった。で終わりか。サクッといくね。で、最後はサクラ。神宮寺勝馬さんって、もしかして。そう、さくらのお父様よ。5年前、そう、その時、お父様は大賭けを負って。5年前。8年前と5年前。8年前に始まって3年間戦っとったってこと。神宮寺勝馬、素晴らしい男だったが、気の毒なことをした。いえ、父も本望だったと思います。どうだったのか。さくらの父上はかつて桃の戦った、そっちさくら君を待って、何と言ったらいいのか、不思議な運命だな。だからあやめがスカウトしたんじゃないの。あやめというかもう目つけられとったんじゃないかね、国から。とさくらに流れる覇者の血が夢という形で敵の本拠地を知らせてくれたいの。あ、己の力なんだ、覇者の血。古来より神宮寺家が伝える魔を狩る者の血統のことだ。今の日本にはもうわずかしか残っておらん。ああ、初代でもあったと。他にもそういう家柄があるってことだよね。地下に封じ込めた時に桜君が放った光もその力なのかもしれないな。桜が勝ち取った魔を封じたもん。覇者っつって、でも対魔物にしかない力な気がするけどな。あれもただの弾丸のバガースから、ウバーハ的なもん発動したけど、何に対しても生きるってことか。そこは5年前に魔を封じ込めた封印の地に違いないわ。そしてそれはクロノス界の魔法陣の中央を占める日本橋よ。じゃあ最初のあの選択肢あっとったよ。日本橋。そう、日本橋だ。今度こそ間違いなさそうだな。いよいよ本番ですわね。腕が鳴りますわ。これが最後の決戦やな。これに勝ったらもう戦わなくていいんだよね。みんな準備はいいよね。お前さん、出席命令をお願いします。下の方がなんか熱そうやけど。みんな、これが最後の決戦だ。だが命を無駄にするな。必ずここに帰ってくるぞ。上がれ上がれ。はい、了解。はい、合点や。お任せください。隊長、必ず帰ってきましょう。待っていろクロノス界、待っていろ天界。俺たちは一歩も引かない。悪を蹴散らし正義を示す、それが帝国歓喜団だ。結構上がったんじゃない最後ので。まだ続く。天海くん何してはるの？下水。まあここで3人残して、3人は攻略に行くって感じだったよね。もうここであれか、分かれてからセーブに入る感じ。この並びはかっこいいな。これはいい。ここは本拠地だ、間違いない。気を感じるか。隊長、後ろからも敵です。ここは二手に分かれましょう。ここで好感度が高いやつが先に喋り出す感じやね。よし、突然する3人は俺後に続け。残る3人はこれ敵を食い止めるんだ。
もうスミレは確定ですね。ちょい、この大舞台にこの私を置いていくなんておっしゃらないですもんね。あ、制限がない。ウェアな。次はもちろんだよ。カンナあたり来るかな。当たり前ですわ。神崎スミレ一世一代の舞台をお見せしますわ。ポーランなのか。後半いよいよ最後の戦いやな。うちも気合十分やで。まあ前半ってただの雑魚戦やから、関節持ってる方が楽か。連れていくか。あとマリアにする。ありがとう。ごらん、君が来てくれと心強いよ。なんやおかみはん、改まってうち照れるやないか。とにかくうちお前はんの期待を裏切らんよ。頑張りますね。あ、さくらになるのか。お前さん、私もお前さんと一緒に行きます。さくらのデバフか、うん、なんとなくバリアに従ったけど。よし、さくら君一緒に来てくれ。お前さん、ありがとうございます。私お前さんと一緒なら何も怖くありません。なんならマリア一番下説あるからな。最後に行きそうか。よし、3人決定したな。大当たりはここに残って敵を食い止めてくれ。わかりました。私はここに残ることにします。そして隊長の背中を守ります。あたりはここに残って敵を食い止める。だから隊長を思いっきり戦ってこいよ。お兄ちゃん絶対負けないでね。アイリス来なかったね。この戦い絶対に勝つ。待っていろ殿下。うん、まあ誰連れてっても無難にやれる。あれ何やろうけど、全員一気に。すげえ、スミレサクラマックスだ。ポーランもその下って感じやね。うん、なん楽勝でしょ。Thank you.